ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人。ハリー・ポッターとアズカバンの囚人は、J.K. ローリングが1999年に発表した小説、ハリー・ポッターシリーズの第3巻である。2004年に映画化されている。ホグワーツ魔法魔術学校の3年生となった、ハリー・ポッターが魔法牢獄アズカバンから脱走した囚人の騒動を、 通じて、両親の死にまつわる真相を知らされる一年間を描く。夏休み、ダーズリー家に、意地悪な親戚のマージョリー・ダーズリーがやってくる。ホグワーツ魔法魔術学校から帰省していたハリーは、マージの嫌がらせに耐えきれなくなり、マージに魔法を使って、ダーズリー家を飛び出す。その直後、ハリーは、暗闇の中に、大きな黒い犬を目撃する。どこにも行くあてのないハリーは、 偶然現れた夜の岸バスに乗り込みダイヤゴン横丁へ向かう。そしてパブ、モレナベに到着したハリーの前に魔法大臣コーネリウス・ファッチが姿を現す。未成年の魔法使いは休暇中の魔法の使用を禁じられているため退学を覚悟したハリーだったがファッチはその件には触れず新学期が始まるまでモレナベに泊まること外出は ダイアゴン横丁のみにすることをハリーに約束させる。夏休み最終日、ハリーはロンをはじめとしたウィーズリー一家やハーマイオニーグレンジャーと再会する。その夜、漏れ鍋でウィーズリー夫妻の会話を聞いたハリーは、アズカバンを脱獄したシリウス・ブラックが自分の命を狙っていることを知る。シリウスは、ボールデモートの部下で、ハリーの両親を裏切って、その居場所を主君に教え、 二人を死に追いやったとされる人物である。新学期が始まり、闇の魔術に対する防衛術教授にリーマス・ルーピン、魔法生物飼育学教授にルビウス・ハグリッドが就任する。ハグリッドは、誇り高いヒッポグリフのバックビークに触れさせる授業を行うが、ドラコマルフォイがバックビークを侮辱して、傷を負わされる。一方、ルーピンの授業は、生徒の間で人気となる。 またハリーは新しく、占い学を受講するが、授業を担当するシビルトレローニーに不吉な予言を、たびたびされ、閉役する。クイディッチのシーカーとして3シーズン目を迎えたハリーは、今年度で卒業するキャプテン、オリバー・ウッドのために今年こそ優勝すると誓う。しかし、初戦の対、ハッフル・パフ戦で、ハリーは、求婚期の影響で放棄から落ち、愛用していた。 ニンバス2000も壊れる。そこでハリーは、求婚期と戦うため、ルーピンから守護霊の呪文を教わる。後に、謎の人物からハリーに送られた、最高級のクイリッチ洋放棄、ファイアボルトの力もあり、グリフィンドールは残る2試合に勝利し、優勝を果たす。生徒たちは3年生になると、ホグズミード村へ行くことが許されるが、 保護者にあたるダーズリー夫妻から許可証をもらい損ねた、ハリーは村へ行けなかった。そこへロンの兄であるフレッドとジョージが現れ、ハリーに忍びの地図を送る。この地図は、ホグワーツ城の詳細な地図で、村へ通じる秘密の抜け道も記されていた。忍びの地図を利用して、村を訪れたハリーは、ロンやハーマイオニーと共に、パブ、三本の宝器へ入る。 そこで、シリウスと自分の父ジェームズが親友であること、シリウスがハリーの名付け親であること、そして、シリウスが両親を裏切って死に追いやったという話を聞き、怒りを抱く。その後、再び村へ外出したハリーは、セブルス・スネープに無断外出を疑われて質問されるが、ルーピンの助けもあって、処罰を免れる。しかし、忍びの地図は、ルーピンに没収される。 一方、バックビークがドラコを傷つけた一件に関する裁判が行われ、バックビークの処刑が決定される。刑執行の直前、ハリー、ロン、ハーマイオニーの三人は密かにハグリッドの小屋を訪ねるが、そこにはハーマイオニーの飼い猫クルックシャンクスに食べられたと思われていた、ロンの飼いネズミであるスキャバーズがいた。三人はハグリッドと一緒にいようとするが、ハグリッドはそれを拒み、 処刑人たちが来る前に三人を小屋から出す。三人はスキャバーズを連れて、城へ帰ろうとするが、そこに、突然黒い犬が現れ、スキャバーズとロンが連れ去られる。ハリーとハーマイオーニーはロンを追い、叫びの屋敷に到着するが、そこで黒い犬の正体がシリウスであることを知る。ハリーたちは、シリウスと乱闘になるが、忍びの地図を見て三人を追ってきたルーピンの、 登場により中断されるこの後、ルーピンやシリウスの話を聞かされた、ハリーたちは、ハリーの両親の居場所をボールデモートに教えた裏切り者は、シリウスではなくピーター・ペティグリューであること、そして、スキャバーズは、ペティグリューが変身した姿であり、シリウスに殺されたことにして、今まで生きながらえてきたことを知る。この後、ペティグリューを、 魔犯人として魔法章に引き渡そうということになるが、この日が満月だったため、狼人間であったルーピンが狼に変身し、その混乱に乗じてペキングリューは逃亡する。シリウスは犬に変身して、ルーピンを抑え込もうとするが、今度は無数の急根機が現れ、襲いかかる。ハリーは守護霊の呪文を使うが歯が立たず、倒れる。しかし力尽きる直前、 別の方向から動物が現れて一度に、たくさんの球根菌を追い払う。ハリーはその動物を迎える人影を見て父だと思うが、直後に気を失ったため真相はわからなくなる。ハリーとハーマイオニーが目を覚ましたとき、シリウスは監禁され、死刑よりひどい、球根菌の接吻を施される危機にあった。校長のアルバス・ダンブルドアから、その事実を聞かされた二人は、逆転時計を使って、 時間を遡り、まずバックビークを救出し、そしてシリウスをバックビークに乗せて逃亡させる。その過程でハリーはシリウスたちに襲いかかった旧婚期に守護霊を出して追い払う。ハリーが見た父親のような人影とはハリー自身だった。ペテグリューを逃がしたためシリウスの無実を証明できず、加えてルーピンも狼人間であることをスネープに暴露されて辞職し、 暗い気持ちのハリーだったが、ホグワーツ特急でシリウスからの手紙を受け取り、ファイアボルトを送ったのはシリウスであることを知る。そしてペットがいなくなったロンにはシリウスから新たなフクロウが送られる。魔法ワールド、ハリーポッター、ハリーポッターとアズカバンの囚人前2作を監督したクリス・コロンバスの交番により、新たな監督候補として1作目の候補にも、 上がっていたスティーブン・スピルバーグ、ホラーファンタジー映画に実績のあるメキシコ人監督ギュレル・モデル・トロラの名が上がるが、最終的にメキシコ人監督アルフォンソ・キュアロンが監督を務めた。前作よりシャープで大人向けな演出になったと評価されたが、キュアロンは人気監督となったため、本作限りで降板する。またキュアロンは完成版にも登場する。 星首など多くのオリジナルアイデアを提案したが、その大部分を原作者ローリングによって却下されたと語っている。アカデミー資格効果賞にノミネートされた。本作ではステリカムによる撮影が多く行われている。なお、本作以降、音声仕様がドルビーデジタルサラウンド EX ではなく、通常のドルビーデジタルになった。2002年にリチャード・ハリスが休止したことにより、 クリストファー・リー、イアン・マッケラン、ピーター・オトゥール、リチャード・アッテンボローら多数の英国人俳優が、アルバス・ダンブルドア役の代役候補に上がり、最終的に、本作以降、マイケル・ガンボンが演じることとなった。また本作はシリーズ中、ジョン・ウィリアムズがスコアを担当した最後の作品となったが、ウィリアムズの作曲によるメインテーマはその後も、別の作曲家の手で、 アレンジが加えられて使用されている。日本では、ワーナーブラザースホームエンターテイメントより、ブルーレイ、DVD が発売。エマ・ワトソン演じるハーマイオーニーが、トム・フェルトン演じるマルフォイを思い切りパンチで殴る、シーンがあるが、実は、当初の予定では、平手打ちで、しかもあくまでもするふりだった。しかし、実際には戦術の通り、思い切りパンチで殴ったことで、 トムもびっくりしたという。本作には、ある魔法使いが、スティーブン・ホーキングの著書、ホーキング、宇宙を語るを読んでいるシーンがある。あらすじがほとんど同じ内容で、同タイトルのゲームが2004年より発売されており、Windows、Gameboy Advance、Nintendo GameCube、PlayStation にで、それぞれリリース。メーカーは、エレクトロニックアーツ。 8cm 高ディスクを扱う機種では世界が 3D で再現されている。他に劇場用映画を題材にしたトレーディングカードが作成されている。ありがとうございます。